MB サポートの管理人は、タブレットデビューが、Surface RT になります。タッチカバーを、つけたり外したりする音が好きです。キーボードも使いやすく、キーを叩くと、ポコポコ音が鳴り、この音も心地よいです。しかしですね、主にデスクトップパソコンを使ってきた管理人は、プリントスクリーンキーがないことに驚きました。FN キーはありますが、それは F1 から F12 を補うものです。でも、スクリーンショットを得ることはできます。まず、本体右上のボリュームキーのダウンキーを確認します。マイナスの表記があります。次に、あれ、ちょっと待ってください。よし、これでいい。Windows のロゴを押すと、Windows キーを押したのと、同じ動作をします。この Windows のロゴと、ボリュームのマイナスボタンを、同時に押します。同時ですよ。失敗しました。成功しました。画面が一瞬暗くなりましたね。この一瞬暗くなった時、スクリーンショットが保管されています。スクリーンショットを閲覧してみましょう。スタート画面でフォトタイルをタップします。ピクチャーライブラリをタップします。スクリーンショットをタップします。先ほど取得したスクリーンショットです。形式はポータブルネットワークグラフィックスになります。拡張子、PNG です。もちろん、エクスプローラーのライブラリ、ピクチャーから、スクリーンショットが保管されているフォルダーを、表示できます。初めて使うタブレットなので、デスクトップでは当たり前の動作も四苦八苦しています。最後まで見てくれてありがとうございました。